屋なんだって感じなんですけど、今日1個すごいとこ攻めるんで、よろしくお願いします。何を言っていいか分かんないって感じなんですけど、すいません、攻めさせてください、お願いします。ジャイアントキリングを俺は拾いたいんだ。ようこそ三浦恋の部屋へ。今日はですね、2020トップリーグ第4節、今度こそいけるか、8分の8の後半をお伝えしたいと思います。先ほど2月2日日曜日のメンバー発表が出たので、ここで予想させていただこうかなと思います。で、昨日もお伝えしましたが、まあ今節ほど無難に予想できる試合って逆にないかなと思ってて、で、その時思ったんですよね。じゃつまんねえなと。絶対に何かしら番狂わせって起きるんで、それを絶対に当てたいというふうに昨日からちょっと気持ちを切り替えてですね、今週は予想を方向転換していこうかなと思います。それとすみません、最初ご連絡なんですが、昨日もちらっとお伝えしましたが、明日明後日とちょっと出張が入ってしまってですね、試合のレビュー動画とかは撮影できない状態で、本当はリアルタイムにお届けしたいんですけれども、ちょっとそれができないっていう代わりなんですが、まあ結構ね、16チームトップリーグ会う中で、トップリーグ始まる前にもう正樹と佐野からやっぱトップリーグのチーム紹介しましょうっつって、で、おすすめ10選みたいなことをやってたんですけど、他の6チームなんで紹介しねえんだろうって僕は思ってたんですけど、まあ奴らの企画なんで受け入れたんですけど、後々考えてみたら、だってあいつら知らねえと。日本代表選手もあんまりいなくなってるこの6チームを知らないから多分できなかったんだろうなってことなんで、でも実はこの前撮影しました。で、それの第1弾、多分宗像サニックスだったと思いますが、それを土曜日代わりにお届けして、日曜日も違うチームのご紹介動画をお届けしようかなと思います。もうさすがにやつらも全く知らなくても3節も経てばちょっと詳しくなったかななんて思うんですけど、まあ見てみてくださいっていう感じでございます。それと、まあ、せっかく最初ちょっとご案内なんで、すみません、今日はもう前段三浦長いっていうのはもう覚悟でお伝えしますが、皆様キングダムって読んでますでしょうか。これ毎週ヤングジャンプで発売されてるんですけど、僕の場合はこのコミックは当然買うんですけれども、もう毎週読んでて本当に素晴らしい漫画なんですが、皆さん読んでらっしゃるでしょうか。っていうのは、なんで今日ここでご紹介したかと言いますと、もうラグビー好きな人は絶対好きな漫画だと思うんですよね。だからラグビーももちろん楽しみたいんです、楽しんでいただきたいんですが、同じくで、僕ラグビーのこの楽しさとこのキングダムの楽しさって結構共通しているとこ多いかなと思ってて、っていうのは男臭いんですよね、っていうのと、根性とか気合とか友情とか、で、ここ最近ってそういうのうざくなかったですか。なんかだから僕もあんま言わないようにしてたんですよね。みんなから熱い、皆さん暑いっすねって言われるのが結構最近はまた嬉しいんですけど、ちょっと前ちょっと嫌でっていうのは時代に逆行してる感じがして、なんかどっかでクールで知的な方が受けてる時代なのかななんて思ってたんですけれども、でも皆さんやっぱり去年の日本で開催されたワールドカップの日本の活躍を見て、ワンチームっていうのが流行語大賞に選ばれるぐらい、やっぱり熱く努力するっていう男臭さっていうことがもう一回日の目が当たる時期なのが今なんじゃないかなって僕思ってて、だからもう一生懸命頑張るのはダセーとか、寝ずに頑張るのはダセーとかいうのがなんかかっこいい時代にまた来んじゃねえかななんて思ってるんで、ラグビーももちろんあれですが、キングダムもぜひ皆さんも読んでもらえたらなと思います。何屋なんだって感じなんですけど、明日明後日動画が撮影できないっていうこともあったので、ちょっとなんか今一番言いたいこと言いてえななんていうのが入りでございます。お許しください。早く行けよって話ですね。それでは参りましょう。繰り返しになりますが、今週楽しんだらなんと来週はお休みだということなので、これがちょっと寂しいんですけれども、まあ、その間に僕らが撮ったトップリーグの他の6チームの紹介動画も見ていただいて楽しんでもらいたいなと思うんですけれども、昨日お伝えし忘れましたが、今日お説
明させていただくキヤノンパナソニックの試合がなんと BS テレ東で放送してくれると、テレ東さんすげえやってくれてるな、ありがとうございますって感じなんですけど、まあやっぱりね、田村と田中文がいて、ご存知日本代表がたくさんいるこの、まあ、ちょっとミーハー的な試合っていうのはテレビ局も抑えるんだなという感じなんで、もう放送してくれるだけで嬉しいもんで、ありがとうございます。超熱いと思います。で、三浦がもう勝手にもジャイアントキリングとして、まあ、皆さんね、コメントいただいている方は、三浦何言ってんだ今度は予想しやがってっていう感じで、皆さん冷静にトヨタを予想してますが、当てるぞということでお願いします。じゃあ参りましょう。リコー VS LTT コムということですね。ねえ、リコーがすごくいまいち、でもまあね、宗像サニックスに勝ち切ったっていうところで良かったんですが、ただ前回の試合ノートライっていうのがちょっと僕は引っかかってて、もう本当に多分チームの雰囲気はそんな良くないかなっていう感じなんですけども、ただNTT コムも前回もね、久保田をもう勝てたのに最後取りこぼしたっていうところで、お互いちょっと絶対負けたくねえなっていう感じだと思うんですよ。で、スタメンを見させていただくと、ちょっとリコーで面白かったのが、マット・ルーカス選手が去年までサントリーにいたスクラムハーフ、結構僕好きなんですけど、テンポが速くて好きなんですけども、そのマット・ルーカス選手がスタメン、ずっとあれだったんですよね、控えだったんですけど、スタメンに出てるなと、まあ、いうことと、まあ、スタンドオフがね、パナから来た人じゃないんだっていう感じか、なんですけど、ファカタバがフランカーか、いう感じなんですが、ファカタバ兄弟が両方出ますね。アマク・ファカタバが14番で、この方が大東文化の時にはナンバー8だったと。だけど、足が速いので、もう上鳥監督が、すぐにウイングに転向させたというところなので、まあここら辺の方がやっぱ主力選手になってくるとは思うんですけど、あと松田選手がね、僕の大好き松田選手がキャプテンということなんですが、まあただね、この NTT コムのこれ、あ、NTT コムもちょっと面白いことやってきましたね。小倉純平君をフルバックで、リアリーファノがスタンドオフということで、前回2トライ取った石橋君はリザーブだと、慶応の場合のですね。で、マルコン・マークスが多分ですけど徐々に本気を出していくんじゃないでしょうか、前回トライ取ってるんで、で、マフィーももっと絶好調になってもらいたいなって感じですが、まあすいません、ここは冷静にコムを、予想させてくださいということで、三浦攻めてねえじゃねえかっていうことなんですけれども、今日1個すごいとこ攻めるんで、よろしくお願いします。すごいとこなのかな、まあ1個は攻めたいなっていう感じがするので、よろしくお願いします。続きまして、もう絶好調の神戸製鋼とドコモ。ドコモもね、最初の1勝してからは辛いって感じですよね。重工さんに勝ってからはちょっとなかなか厳しいって状況なんですが、ね、ドコモといえばもうだんだん、もう今コアファンが好きになってくれている畑一平君っていう152センチ3センチって言われてるスクラムハーフ、多分トップリーグで一番背がちっちゃいと思うんですけれども、その方がここ最近レギュラースタメンだったんですけど、今回は控えに回ってると。あと僕やっぱドコモってバックル結構変わってきたのは怪我なのかな、バックルの外人の選手とかがすごい強いイメージあったんですけれども、まあちょっとそこはどうなのかなっていう感じなんですが、ただもう神戸がもう全然手抜いてねえな、これで当たり前ですけど、いや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 、ただ神戸がちょっと今回面白いのは、レタリックがリザーブでもって、エリス選手が スクラムハーフ。だからつまりこれ、以前の動画でご説明しましたよね。代表経験ある人は同時に2人しかグラウンドに立っちゃいけないってことなんで、エリスとダン・カーターのハーフダンをやって、その代わりレタリックはリザーブだと。で、多分ですけど、後半レタリック絶対入れてくると思うんで、そしたらダン・カーターか、エリス選手のどっちかが出ると。
いうこと、あ、出るっていうのは外に出るということになると思います。で、日和選手はそのくらいだからリザーブですね、うん、いやバックマン出ないね。あ、でもバックマン出なくてもこのチャーリー・ローレス選手って知らないんだけど絶対強いんだろうな。あ、出身地香港、ちょっと存じ上げてないんで、もし知ってる方がいらっしゃったら情報くださいって感じなんですが、まあでも強いな。本当に、いやこれもなんか何を言っていいか分かんないって感じなんですけど、すいませんここは攻めれねえということで、で、すいません、ちょっと次を飛ばして行かさせてください。キヤノン VS パナソニック三浦、まあもう皆さんここでお分かりですよね。絶対宗像選手と久保田で何かやってくんだろう三浦みたいな感じだと思うんですけど、ちょっと先に、パナソニックとキヤノンのとメンバーを見てですが、あ、クリエル選手復帰ですね。ありがとうございます。あ、復帰っていうか出てるもんな、ずっと。で、相変わらず田中史選手、田村選手がいますね。どうなんだろうな。キヤノンが、大物食いをちゃんとしてくれるかなみたいなところがちょっと僕あって、いや、もちろん今のところ絶好調ですし、あ、好調ですし、絶好調までいかないな、好調ですし、多分キヤノンの方はもう全員自分たちの予想通りで来てるとは思うんですけれども、なんかもっと爆発してもらいたいなっていう感じがあって、でもそれってあれなんですかね、やっぱり田村選手のペナルティーキックがやっぱり安定してるから、ペナルティーとかでなんか確実に3点を取るっていうラグビースタイルなのかもしれないですね。ここはちょっとチャレンジして、ペナルティーをタッチキック取ってラインアウト取ろうかとか、ラインアウトでモールでトライ取ってみようかとか、ちょん蹴りで急いで行ってみようかっていうのよりはなんか着実に積み上げていく、だからアイルランドに日本が勝った時みたいに取れるところは取るっていうラグビースタイルのような気はするので、爆発を感じないのはそういうところからかもしれませんね。で、僕はクリエル選手が大好きなんで、キヤノンのことは応援してますけれども、ただね、もう本当にパナと神戸が強すぎるんで、で、こういう試合ももちろん手を全く抜かないパナソニックのあれと。で、やっぱりね、このウイングの梶伊織くんっていう方が今フルウイングとして福岡選手の代わりに入ってるんで、五瀬実業大東、ああ、五瀬と大東っていうのはこれ流れありますね。あ、この梶選手っていうのをちょっとしばらくは僕は追っかけようかなと思ってますが、ちょっと面白かったのは、大体そのスクラムハーフが内田選手の時にスタンドオフが山沢くんで、で、後半入れ替わってスタンド、あ、スクラムハーフが小山くんに変わって、スタンドオフが松田君に変わるっていうのがなんとなくの流れだったんですけど、今回はなんと内田君、松田君の流れが見れるんで、これは面白いなということと、まあ、竹山君、野口君が絶好調なので、彼らがもっと暴れて日本代表選考の人たちにもっともっとアピールしてもらいたいなっていう感じと、まあね、ディアリエンディもちゃんと出ますね。ええ、はい、ベン・ガンターもちゃんと出ます、ヒンナン・ダニエルも出ます、サム・ホワイトロックも出ます、もうこれはもうしょうがないしょうがないということで、ソニックということで、でもこのまんまいったら面白くないと、実はこの動画撮る前もう本当にいいのかと思ったんですけれども、ちょっとこの宗像サニックスと久保田、すいません、攻めさせてください、お願いします。俺は拾いたいんだということで、じゃあ、いや、すいません、自信ないです、自信ないんですけど、可能性はなくないなというふうに思ってます、ワンデイフィーバーがなんと出ねえと、久保田スピアーズ、1人出ないからって全然あれだと思うんですけど、まあ、むしろ立川選手とかいらっしゃいますし、ねえ、フェルミューレンもいるし。フェルミューレンいて、バーナード・ホーリーがいるけれども、ここは今年僕が大好きになっている宗像サニックスさん頑張ってくれということで予想させていただきました。当たん
当たってくれ。まあね、何回もお伝えしますが、僕が一気にファンになったボス綾子選手と、あと金藤道選手のこのフランカーナンバー8、あとジェームス・ムーアーがなんと今回フランカーで出ると、もう最高じゃないですかこれで。キャプテンの福坪くんがロックで、マーク・アボット選手197センチ、ムーアーよりもでかい選手がロックでいると、いいじゃないいいじゃない、いいぞっていうことと、このウイングの山田選手もいいんだよな。なんか山田選手って名前のウイングっていいのかな。あ、東海大第五高校からなのか。だから大学行かれてないってことですね。今ね、五世の島田くんとかがいい例だと思うんですけれども、あと、パナの福井翔太くんでしたっけ。まあ、最近そういう選手も増えてるんで、なんかいいんだよな。まあ、若干人材的にはね、選手的には久保田ですが、宣言してる意味がないんで、その後だからもう昨日は本田、今日は村方サニックスを予想させていただきますね。このくらいやっぱ攻めてなんぼですね。自分で言うのもなんですが、まあ、あとそのね、村方サニックスというと、このヤギ・ベンジャミンレイっていう選手、琉球大の方とかもがウイング、なんか大体フルバックだったと思うんですけど、ウイングとかでやっぱいい選手本当多いんで、期待しちゃいましょう、ここは。うん、ここは期待しちゃう。今村君が、忘れた、神戸製鋼日本代表の今村君がリザーブにも入ってないのか、ちょっとこれは寂しいけれども、すいません、まあ、そんな感じで予想したいなと思いまーす。うん。やっぱどう考えてもここだよな。なんかこの、多分ですけど、普通に予想されてる方、普通にいけば今節は当てやすい週かなっていう感じはしますけれども、でも、いくら番狂わせが少ないスポーツ、ラグビーとはいえ、絶対に起きるんで、このトップリーグ期間中に起きないわけがないんで。ってなってきたときに、その一勝を当てて皆さんにドヤ顔したいなっていう気持ちの方が今強いので、8分の8以上にですね、その気持ちが強いんで、毎週の予想、まあ、来週はちょっとできないんですが、お付き合いいただけたらなと思います。よし、楽しみですね。明日から始まるトップリーグ第4節、皆さん一緒に楽しみましょう。ということで本日は以上になります。お付き合いいただきありがとうございました。レッツラグビー。